中学生の皆さん、こんにちは。受験生応援動画の時間です。この動画では、主に言葉の知識について勉強をしていきます。本日の流れについて説明します。まずはじめに、入試の傾向について。次に、国語における言葉の知識問題として、漢字の読み、書き、動音、異義語、 同訓維持、熟語の構成、組み立てについて勉強をしていきましょう。茨城県の過去の入試問題を見てみると、国語の知識問題では、効率、私立ともに漢字の読み取りや書き取り、漢字の部首、熟語の構成、ことわざ、慣用句、敬語などが出題されています。また、 近年は著者の学習における書体の特徴を問う問題なども出題されています。それでは具体的に問題を見ていきましょう。ワークシートが手元にある人は準備をしてください。茨城県の入試問題では漢字の読み取り、書き取りの問題が出題されています。力試しとしてまずは読み取りの問題にチャレンジしてみましょう。 それでは、問題と答えを順番に読み上げていきます。1、美しい絵画を見る。2、雰囲気の良いお店。3、仕事の負担が大きい。4、目の錯覚を利用する。5、動物の気配がする。6、 友達の意見を肯定する 7. 生活に不可欠な水 8. 体調を維持する 9. 事件の詳細を調べる 10. 光沢のある石 11. 赤い花が生える 12. ふるさとを訪ねる 13、植物の成長を促す14、細かい説明を省く15、世界記録に挑むどのくらい正解できたでしょうか続いて、書き取りの問題です赤色で示されている問題は同音異義語 青色で示されている問題は、同訓維持についての問題です。後ほど別なスライドで解説をしていきます。では、書き取り問題にチャレンジしてみましょう。それでは、問題と答えを順番に読み上げていきます。1、郵便番号を覚える。2、環境破壊を防ぐ。 三、価値のある道具四、責任感がある五、限りある資源六、専門家の考え七、楽器を演奏する八、衛星放送を見る九、神秘的な現象 10電化製品の保証書11厳しい寒さ12仕事を任せる13優しい気持ちになる14税金を納める15学級委員を務める読み取りの問題に比べ 書き取り問題は正答率が低くなる傾向がありますが何問ぐらい正解できたでしょうか動音異義語について説明をしていきます動音異義語とは音読みが同じで意味が違う漢字、熟語のことです8衛星放送を見るの衛星9神秘的な現象の減少 電化製品の保証書の保証がここではそれぞれ同音義語にあたります神秘的な現象について見ていきましょう国語辞典などを引くと現象という言葉が複数出てきます赤い字の現象は減って少なくなること 青い字の現象は、感覚の働きによって知ることのできる出来事という意味です。ここでは、問題にある神秘的なという部分に注目して答えを考えていきましょう。同音・異語についての問題は、意味を押さえた上で答えを考えることが大切です。よって、ここでは青い字の現象が正解となります。 続いて、同訓維持について説明をしていきます。同訓維持とは、訓読みが同じで意味が違う言葉のことです。13、優しい気持ちになるの、優しい。14、税金を納めるの、納める。15、学級委員を務めるの、務めるが、ここではそれぞれ同訓維持にあたります。 学級委員を務めるについて見ていきましょう国語辞典などを引くと「勤める」という言葉が複数出てきます赤い字の「勤めるは」は自分に課せられた役割として努力し目的を果たそうとする力を尽くして行う青い字の「勤めるは」は会社などに雇用され仕事や役割を行う雇われて働く 緑の字の勤めるはその組織の一員として課せられた仕事をする役目を引き受けるという意味ですここでは問題にある学級委員をという部分に注目して答えを考えていきましょう学級委員とはクラスの組織の中で課せられた仕事であるためここでは役目を引き受けるという意味がふさわしいと言えるでしょうよってここでは 緑の字の「勤める」が正解となります。同訓維持についての問題においても、同音・言語と同様に意味を抑えた上で答えを考えていくことが大切です。それでは次に、熟語の構成について見ていきましょう。入試問題では、まると同じ組み立て、 構成の熟語を次から一つ選びなさいという形で出題されることが多くなっています。二次熟語の構成は主にスライドに示された6つのパターンがあります。一つずつ確認していきます。1、上下が似た意味の漢字。温暖、増加、身体。2、上下が 反対の意味の漢字。皇帝。左右。遠近。三。上の字が下の字を詳しくする。冷風。冷たい風。全身。前に進む。四。主語述語の関係。雷鳴。雷が鳴る。腎臓。人が作る。 五、下から上の字に帰り、〜を〜にする、という意味。読書、下から上に帰り、書を読む。帰国、下から上に帰り、国に帰る。六、上の字が下の字の意味を打ち消す。未完、完成していない。無効効果が ない実際に問題を解いていく際には熟語がどの組み立てになっているのかを考えながら答えるようにしていきましょうそれでは具体的に問題を見ていきましょうワークシートが手元にある人は準備をしてくださいでは問題と答えを順番に読み上げていきます、1. 水路 二、寒断、い。三、振り、か。四、実行、う。五、建立、え。六、投稿、お。七、岩石、あ。八、 清流、う。九、降者、を、十、無罪、か。十一、握手、を、十二、着脱、い。十三、抱負、あ。十四、開閉、 イ十五、日没どの組み立てになっているのかを考えながら取り組む習慣をつけていきましょう終わりに漢字をはじめとする言葉の知識を問う問題への対策は何よりも言葉をたくさん知ることです本を読んだりこまめに辞書を引く習慣をつけたりすることで言語感覚が豊かになっていきます 教科書や小説などを読み、言葉に触れることを通して、言葉の力を磨いていきましょう。ローマは一日にしてならず、千里の道も一歩からです。受験生の皆さんの応援しています。頑張ってください。